それでは2011年の国大物理2番コンデンサの問題ですね、やっていきましょう。まず統一ですけど、これは頑張って補足とやってほしいですね。1番求めるのは電気容量、これを CO ね、 CO は F4 の E 分のですと、ね、2番 Q4 は CV だから、おっと E 分の S かけの E ですね、 T です。で、3番静電エネルギー UO は2分の1 F4 を E 分の S E の20です。まあ、大丈夫でしょう。ここは4番、問題4番なんですね。4番は、まあ、スイッチ開いてるから電荷を保存されるわけ。だから開いた後のコンデンサーの電気容量を C ローダッシュ、例えばあとですね、あ、開いた、おかしいかな、コンデンサーの塩ダッシュで電気量を Q をダッシュとするとね、 CO ダッシュは、うん、D プラス、まあちょっとだけ動きましたっていうデルタ D 分の S だけど、 QO ダッシュは電荷を保存されてるわけだから、これと一緒ですね。なので、100番かの電位差を V を出すとしましょう。すると、そいつは CO ダッシュ分の QO ダッシュから頑張って計算してください。これ分のこれですね。すると確かにちょっとは電位差上がってるわけですね。なのでちょっとポストを消して4の答えにこっちをすると変化は、U を出し引く U をで、デル、U を出しっていうのが2分の1 QO ダッシュ VO ダッシュ引く2分の1、これは Q
QOV をですね、こいつを計算してあげると、とこいつが方の D 二乗分の S E 二乗分のデルタ D、そう、二分の一エプシロンをかける D 分 D の二乗分の S E 二乗かけるデルタ D となります。そうね、ちょっと間違いやすいんだけど。3番で、別にこれ書かなくていいんですけど、UO っていうのが、2分の1、エプシロンの D の S の2乗だって出て、で、D を変えたのか、まあ、これでいいんじゃない?これが余分な答えだってやっちゃうと、これはバツ。よく考えてみて、効率が増える。効率が増えると静電エネルギーが増えちゃう、そんな話はない。なんと D、増えるって言うとおかしいんだけど、これだと不都合が起こる。もうそれは後ほど分かると思うんだけど、その大学とかもしかしたら高校の授業でやったかもしれませんけど、こうじゃなくてちゃんと引き算する。この手順を変化って言われたらピンって思い出してほしい。あと引く始め、引く始め前ですね。変化後と変化前でどんな変化が起こったかっていうのは、後から始めの値を引いて分かることです。 OK? じゃあ次問いにやっていきましょう。